どうものっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回は代理手綱さん W 友人ピックアップサポートカードガチャ引くべきかどうか丸々分で解説していきたいと思います。詳しい長い解説はこちらのサムネイルにあるので、時間ある方はこちらを見てください。まずはまとめていくと、無課金の方はアニバーサリーまで耐えるのはありです。アニバーサリーは1周年というもので、アプリゲームでは強いキャラクター、強いサポートカードが出る可能性もあるので、基本的に、次のアニバーサリー待ちが丸いです。次に美課金の方、27日パカライブ TV をチェックしてください。特に迷っている方、こちら27日にはパカライブ TV がある、そしてサポートカードガチャは28日まであるので、ここの情報を得ることで、新たな判断材料を取ってから引くかどうかを考えるというのも丸い選択肢となっております。そして、課金者の方、普段友人使う方は両方当たりガチャ、外れがある混ざっているダブルピックアップではなく、両方とも当たりなので引くのもありです。そしてもう一つ、新友人や新カードがぶっ壊れ予想の方、それはスルー、推奨いたします。その場合に、このねガチャを聞かないで耐える方法としては、 R の代理、こちらは、強化されています。友人、カードの強化が入って R 代理も強くなっているので、そちらで補っていく手もあります。最終的に引くのは自分の判断でお願いいたします。ちょっとね最近喉がやられていて喋りもあれなんですけども、こんな風になっております。軽くおさらいしていくと、アニバーサリー控えているというのがねやはり言いたいところです。アニバーサリーはね貯めるっていう方が、やはりねアプリゲームっていうのはね、後から出るキャラクター、後から出るサポートが強くなるという傾向がありますので、そこを、一応ね三段材料にしてください。そして新シナリオ来るかどうかまだ分かりません。新シナリオが来たとしても代理は一応使えるかなと思っております。それは前のさっきのねサムネイルで動画で説明しているんですが、スタミナの友人というところ、ここは唯一無二となっております。基本的にですね、迷っている方は27日ガチャの、ギリギリまでの判断で、この情報が出てからパカライブ TV を見てから消えましょう。他にもね、詳しい解説こちらでしておりますので、お時間ある方はこちらのサムネイルも見てみてください。ということで今回は短い動画でしたが、のっちん TV でした。また次のウマ娘動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。